はい、こんにちは、トールと申します。アニメ早々のフリーレンの19話を視聴しました。選抜試験本格化で新しい面白さが出てきたと思います。今回も原作未読アニメ視聴者視点で感想考察注目点を共有していきたいと思いますので、よろしければお付き合いください。第19話は入念な計画。フリーレンの確保を目指す選抜試験において、まっとうに捕獲方法を考えて実行するフリーレンチームと、動向を観察する電研チーム、またすでにシュティリを確保しているために防衛戦をね、繰り広げるフェルンチームとの戦いなんかでですね、結構各チームの動向から最後にフリーレンたちのチームがシュティリをゲットしたことによってですね、もうすべてのチームでの大乱戦が始まりっていう、そんなところまでが描かれました。全体感としましては、やっぱりね、この混戦模様はなかなかにワクワクさせてくれますよね。うん。アニメーションとしての見応えももちろんあるんですけど、キャラクターそれぞれの魅力だとか、魔法バトルの面白さだとかで、そういった描写っていうのが綺麗にシナリオに噛み合ってる感じがあったと思います。うん。あとまあ注目点ってほどじゃないんですけど、それでも出てくるフリーレンらしさですよね。ここも一つの見応えポイントだとは思うんですよ。そう、フリーレンの凄さを示す時には派手さがないっていう、前回の鳥を捕まえるための方法っていうところから、まあそこの伏線を回収する形になってくるわけですよ。これは前回からのね、フリーレンらしさを引き継いだ流れではあるんですけど、ただその捕まえるための方法としては、前回出てきた鳥を捕まえる魔法っていう、もうピンポイントすぎる魔法が登場するわけですよ。シュティリは他方法をいろいろ考えてたわけなんですけど、とりあえず近づけさえすれば、それがなされるっていうところでですね、ここをまあニッチな魔法でやっちゃうところがすごくフリーレンらしいし、このナンセンスさみたいなものがね、醸し出すところもこの作品ならではだと思います。結果、この魔法をフリーレンが持ってることによって、ものすごく緩急がついた画面になるわけですよ。魔法を駆使してシュティリを捕まえるんだけど、ね、その駆使の仕方っていうのがですね、ものすごく静かに、まあ、シュティリを捕まれながらになるし、また同時にですね、静かに静かにシュティリを待つことができる、警戒されずに待つことができるっていうのがフリーレンの、凄みにもなってくるところで、もちろんこれがですね、一級魔法使いの凄さ、試験官自体もですね、綺麗に休憩中に近くにシュティリが寄ってきてますので、魔力を制限することがちゃんと長けているという、描写になっていて、いわゆる静と動のね、描写を入れることによって緩急はついてるんだけど、でもこのただ静かにそこにいるだけのね、静の部分の方が動の部分よりも圧倒的な凄みがあるっていうのが、やっぱり面白いなというふうに思いましたね。では注目点気ままに語っていきます。今回せっかくなのでね、チームごとに見ていきましょう。まずはフリーレンチーム、ここはね本当に微笑ましいですよね。いろんな意味で、あの真っ当にシュティリへの捕獲に向かっていてですね、状況分析ターンとかにおいてはシュティリの特性と攻略条件なんかについてね、あれこれと語ることになりました。自分はシュティリがその結界とかにぶつからへんのかなと前回気にはしていたんですけど、結界って魔力をね、含んでいますので、シュティリはそういったものにはぶつからないということなんでしょう。はい、あれこれでね、昨日前回その考察した部分もあったんですけど、今回改めてシュティリは捕獲のための、条件が示された形になると思います。やったこととしては、まあ水場を制限してですね、フリーレンが、無警戒のシュティリを釣り上げるという釣りみたいなね、戦い方になりまして、ここも納得感はありましたね。鳥を捕獲する魔法っていうのをね、差し込んでくるあたりはね、すごくね、そのナンセンスさが気が利いてるんですよ。で、それぞれのその能力的な手札の説明っていうのが、おそらく今回の最後のですね、これから始まるであろう戦闘の伏線になってると思うんですよ。ラビーネは圧倒的な凍らせる力、凍結能力を持っていますし、またですね、今回はあまり使えなかったカンネの力っていうのもね、水場がある状態であればね、使えると、さらにはですね、まあ一応水が分散されていたらね、より強く使えるみたいですので、これは一応近くに水場がありますので、次回はね、多分これ2人のコンビプレイが、見せてもらえるんじゃないかなと思います。でまあ、フリーレンチームのね、やっぱり一番の見どころはね、二人の関係だとは思います。寝言でさ、会話してる二人はちょっと仲良しすぎましたよね。やればできるじゃねえか、ありがとうみたいなことを言っていて、でこの二人の振る舞いっていうのも、やっぱり今回もちゃんと二人のね、仕草なんかもすごく差別化されていて、
本当にピシッとしていて礼儀正しくね、振る舞っていて足も揃っている、そんなラビーネさん、まあ、魔力の才能、魔法の才能もすごくあるんですけどね、カンネはカンネですごくフランクでですね、足もちょっと横に向けてる男らしいっていうわけじゃないんですよね、うん。そしてですね、この2人の会話の中でですね、ちゃんとチームのあり方の話が絡んでくるわけですよ。このあたりも本当にフリーレンらしいよね、すなわち勇者ヒンメルたちといた時の会話が思い出されると、夜に、焚き火の近くでね、まあ次回ね、明日はいよいよドラゴン大佐と、そんな中でアイゼンがそう、震えていて、ヒンメルが僕も怖いと声をかけて、でもちょっと和んでリラックスできるようになってね、会話自体はちょっと意味不明ではあるんだけど、でもチームごとに ねこういう時の会話って変わってるだよね、変わってくるよね、仲間ごとに変わってくるものなんですよという、ハイターのセリフ、綺麗にこれフックになっていて、いざこの時点でフリーレンはどんな作戦でシティリを捕まえようかのね、イメージができてるわけですよ。だからこそですね、フリーレンが説明した後に、まあ他のチームに喧嘩を売るような真似をしなきゃいけないっていうところで、ラビーネがですね、やっぱ緊張するわけです ね。特に魔法を行使するっていう意味で言うなら、ラビーネが一番危険だったわけで、そして、緊張してるラビーネに対してですね、カンネがですね、まあ怖いのって聞くわけで怖いのラビーネって聞くわけで、これがだから勇者ヒンメルのパーティーとはまたちょっと違ったところですよ。ラビーネはそれを否定して、そしてその怒りと緊張をカンネにぶつけることによってリラックスするというね、この関係性なかなかに面白かったと思います。フリーレのね、まあ、表情も相まってこの対比の描き方いい具合だったと思いますね。そしてそんなフリーレンチームの動向を冷静に分析してですね、襲撃してきたのが電拳チームですよ。まあこれは電拳が完全にリーダーになっていてね、ベテランに2人がしっかりと付き従っている形にはなっています。このあたりはフリーレンチームともね、共通している部分があるとは思います。でこの電拳おじいちゃんがすごくいいのよね。あの今回の解説役としてもちゃんと優秀なんだけど、魔法使いとしてもちゃんともちろん優秀で、キャラクターもすごくいいのよね。いわゆる魔王の時代に比較すれば平和な時代にね、生きてきた魔法使いだからこそ、実力はあっても立ち回りが下手でね、消えていった天才たちを見てるのよ。同時に、まあ、現状の、まあ、この選抜試験に対する、ね、苦言なんかも呈しながらもですね、彼自身は魔法使いに実力はね、そこまで不要だと言っています。でもね、これね、その染みついてるのは天才たちに対抗するための知恵と経験であって、多分この人もですね、結構魔法について、魔法とね、共に、生きてきた彼なんじゃないかなというふうにも思われますので、なかなかにちょっと深みの感じるね、描写にはなっていました。でもちろんですね、まあ選抜試験の厳しさとともに、まあ一級魔法使いの実力になんかにね、まあ測れる、そんな描写になっていてですね、やはり今回解説役として、すごくいいね、役割を果たしてくれました。で、ここでの面白さというか、選抜試験の描写は死者がちゃんとね出ていたところもね、はい、一味違う試験であることがはっきりと示されたの良かったと思います。木の上に遺体がね、3人分転がっていてですね、そう、それを餌にしている会長がいるという形、この人たちっていうのは何かっていうと、その冒頭というかちょっと前の描写でね、空中から様子を伺っていたパーティー、多分空から水場を探したりしてたのかもしれません。電拳の見立てでは魔力探知が甘すぎると、言っていましたので、その後に会長というか、まあ、鳥の魔物にね、やられてしまったんでしょう、ガイゼルと言われてましたね。そんなわけで、まあ、結構あっさりと死者が出てしまうこの魔力、ね、魔法使い試験のね、厳しさと、そして現状を大体はっきりと理解できたらあとは待つっていうところもね、ここもね、実力者感がありますよね。今回は本当にじっとしてるキャラクターほど凄みをね、生まれる形になっていたと思います。まあね、彼らの能力っていうのは分からないからこそね、その奪う側に回った方が絶対に得なんですよ。だって電拳たちはラビーネの能力は把握できてるわけですから、逆に言ったらラビーネだけでも殺してしまえばフリーレンのチームはもうシュティをね、命がけで守るための動機が消えてしまうわけで、
この辺のね思い切りの強さもちょっと狩人っぽくてね、よかったと思います。3人の能力はまだちょっと不明ではありますので、どんな戦い方をしてくるのかっていうのが非常に楽しみですね。そして対人戦の面白みで言うなら、フェルンたちのパーティーのね部分にめちゃくちゃ詰まっていましたね。ジャンプ漫画だったら本当にハンター試験とか中忍試験みたいなね、そういう面白さになっていたと思います。まずその異質な部分としては、フェルンたちはなんとスティルをすでに確保してるんですよ。フリーレンたちよりも先にね。そう、この辺りは仲間の能力をうまく使ってね、シュティリを誘導したんじゃないかなと思われますし、またフェルン自体は魔力をね、気配を消すことは得意なので、そういったところで、まあ、シュティリを確保したんじゃないかと思われます。この辺仲間の能力がまだ明かされてないところもね、まあ、相まってなかなか妄想が広がる部分でありました。まあ、今回で言ったらユーベルについても魔法で攻撃はしてたんですよ。でも相手はですね、まあ防御魔法を使ってたんだけど、ユーベルって普通に回避してたわけで、この辺りはなんかすごい身体能力の高さと隠密行動の上手操作みたいなね、そういう部分が見えて隠れしました。もう一人のね、まあ、パートナーというか仲間っていうのはですね、まあこちらはちょっと能力が全く分かんない感じですね。ラントさん、まあ、もしかしたら、まあこの人の能力でシティリを追い込んだ可能性を考えるなら、この人がまあ個々に分かれてね戦おうって言ったわけで、だとするとこの人の力は味方を守っ、巻き込んでしまうかもしれないね、そういう魔法の可能性がありますし、もしくは味方であっても自分の手の内は見せたくないっていうね、技巧派な能力なのかもしれません。この辺りを使ってフェルンの方にねシティリを誘導したのかもしれませんがね、この辺はまた次回楽しみですね。一方その襲ってきた側はすごく分かりやすいのよね。花びらみたいなものを操って武器に変えてね、まあ、打ち出していたりだとか、岩石をまとってね、戦うみたいな感じです。まあ他にも水を操るとかね、物を凍らせるみたいなシンプルな能力が多いので、実際ね使おうと思った場合にはやっぱりこういう能力をね、シンプルな能力をしっかり使いこなすっていうのが強みにつながってくるんだと思います。まあ彼らの能力っていうのも、まあ、次回明かされてくると思うんでね、次回の混戦、チーム戦といえば、まあ1対1ではあるんですけどね、期待したいです。多分フリーレン側がねそのコンビネーションを見せてくれると思うんでね、1対1の戦いをこのフェルンチームは見せてくれるんじゃないかなというふうには思います。そしてですね、じゃあ誰がすごいのって言ったらフェルンなんですよね。もう圧倒的にフェルンがすごいのよ。でこれ多分初めての対人戦だと思うんですけど、冒頭からね、まあ影に潜んで奇襲を仕掛けてくるわけですよ。でビアベルが奇襲を奇襲してきたっていうことをですね、まあ一番短い時間で相手をですね殺せる早くて強い魔法を打ってきたと思うんで、一般攻撃魔法がねそれだけ優秀であることが、分かるとは思いますけど、ね、ここの描写もねすごくちゃんと書かれていて、隠れていたビアベルが動くのよ。攻撃する前にいい場所を確保して打ち出さなきゃいけないから動き出すんですよ。でもその動きに対してですね、フェルンがスッと反応するわけで、まさに今回フリーレンが言っていたね、シュティレをまあ待ち伏せするときに魔力のね、まあ流出を抑えてですね、気配を消すっていうことをしてるんだけど、動いてしまうとそれはちょっとだけ漏れちゃうんだよってね、説明していましたので、これを完全にフェルンを読み取ってるんですよ。めちゃくちゃ優秀で、しかも何がすごいって、奇襲に秀でた一般攻撃魔法が視認できるところまで飛んできてる直前で杖を生成して防御が間に合ってるっていうね、これもまた凄まじいよね。はい、これねビアベルもそうなんだけど、フェルンを第一優先で狙ってるっていうことは多分そういうことなんだと思いますね。一番最初に反応したやつが一番感知力が高いから、そいつを最優先で潰すべきという判断なのかもしれませんが、これを完全に受け止めてね、とっさだったから体全体を守れる程度の面で受け止めてはいますが、その後にあった追撃のね魔法陣からの攻撃魔法、これに関してはですね、多分魔法陣の術式みたいなものを、ね、読み取ったのかは知りませんが、直線の攻撃であることが、確定していたからかは分かりませんけど、最小限の面積で平面にね、まあ防御魔法を展開してですね、綺麗に受け止めてるんですよ。
完全に見切ってる感じですよね。これ本当に達人のね、領域にまあ達していてですね、今回のまあ岩石を使っていたアイレさんがね、不気味だと言っていた頃ところの、ね、納得感がすごかったですね。なんというか、まあ、彼女が言うにはですね、熟練の魔法使いと戦ってるみたいと言っていて、ね、ここでもフェルンは飛んできた岩石を最小限の防御魔法だけで、しっかりと守っています。で、その後にまた岩石が動き出したりする可能性を考えていたりね、なんかの、トリックがあるかもしれないので、一旦守った後にちゃんと距離を取っていてですね、そう、定石に根付いた、綺麗な戦い方と言えるでしょう。最後に一斉放火があった時もですね、自分の体の部分だけを綺麗に守っていましたので、まあ極限的な動きをしてこないところまでちゃんと見切ってるっていうところでね、フェルンの才能というか凄みが伝わってきますよね。で、彼女は一般攻撃魔法と防御魔法だけしかね使わないって、もう飛行魔法すら使ってないのよ。これもちょっとすごいよね。はい。まあどう見ても不気味な存在だって。でエイレはね、まあ、まるで自分のおじいちゃんを相手してるみたいに言っていて、前回あのフェルンがフリーレに対して熟練のロー魔法使い みたいなことを言っていてですね、それのまあ、あの表現が回収された部分ですね。そう、フェルン自身がまるで熟練の魔法使いみたいな、ね、言い回しをされていてですね、面白かったんですけど、この不気味さもすごいわかりますよね。岩石使ったり花使ったりっていうのもいいけど、結局奇襲をするときに早くて強い魔法を打とうとしたら一般攻撃魔法なわけで、この基礎をしっかり極めたらそれがすごく一番強いっていうところはね、納得感ありますし、なんかこのフェルンの領域っていうのはそこをまた一段階超えてる感じがあるよね。なんか武器って銃とか剣とか槍とか斧とかいろいろあるよねって、どんな武器でも使っていいんだよって言われているけど、でもそれって銃の認識がまだ火縄銃レベルのね、認識だった形でですね、そのフェルンの領域っていうのは本当にね、まあ銃しか使わないよって言ってるんだけど、その銃をものすごい進化させていて、ライフルとかマシンガンを持ち出すみたいなね、そういう反則性をちょっと感じますし、また防御魔法もね、普通の防御魔法しか使わないと言ってるんだけど、この人を、さっきの描写から分かるように相手の銃の弾が発射されてからそれを見てから受け止めれるんですよ。これはちょっと反則レベルですよね。まあ、この時代の魔法使いなら、それだけで十分と言っていますけど、これはね、過去の魔法使いに比べてね、今の魔法使いが弱いから言ってるんじゃないのよね、ここのセリフの面白さって。そうじゃなくて、この時代の魔法使いならそれだけで十分、ゾルトラークっていうのはこの数十年でものすごく進化してですね、研究されて、防御魔法も進化して研究された。つまり、フリーレンがフェルンに言ったこの時代の魔法使いならそれだけで十分っていうのは、過去は強かった今の魔法使いが弱いんじゃなくて、未来の魔法使いはもっともっと強くなってるだろうっていうニュアンスが多分あると思うんですよね。これがまあ一見煽ってるようなね、そういう言い回しになってるところもまたちょっとフリーレンとしての面白さなわけですよ。で、そんな不気味なフェルンさんに対してちゃんとね、エイレも強くてですね、そう、あの揺さぶりちゃんとかけてくるわけですよ。そう、あなたね、ビアベルと戦ってたらそんな不自由な、ね、戦い方だったら殺されてたわよって 言ってみると。で、それに対して、いやいや、フェルンがね、いや、この中で一番強いのはあなたでしょって返すわけですよ。これお互いの力量を測りながらのセリフとしてすごく気が利いてるよ。だから結局最初の襲撃の時点でですね、エーレはフェルンの方に向かっていっとって、お互いこいつが一番やばいって分かってるわけですよ。その上で、まあ、エーレが、ね、このままだとね、ユーベル、あなたの仲間殺されちゃうわよって言うんだけど、それもそうですかと、しっくり返していてですね、まあ、このフェルンが何を思ってるかはちょっと分かんないんですよ。だいたい2つぐらいのパターンがあるのかなと思っていて、1個はですね、ユーベルっていうのは人殺しの匂いがするとね、クラフトに言われていたのでね、ユーベルは対人戦に秀でていて隠密行動に長けてるっぽいね、そんな雰囲気がありますので、魔力を隠さない魔族と戦ってきたね、そんなビアベルさんっていうのは対人戦に長けたユーベルの方が有利というね、そういう見方をしたのかもしれません。で、もう一つはですね、ユーベルがね、殺されるわよって言われたけど、ユーベルが死んだ時点でもうシュティレを守る意味がなくなるわけですよ。
逆に言うなら考えるだけ無駄っていうね、形になります。フェルン的には今の目の前のエーレを倒すことを考える、それ以外に考えることはないというね、見方もできて、まあどっちにしろね、そのフェルンさんの凄みは変わらないっていう部分いいですね。これだけ今回すごい魔法使いの描写が出てきたんだけど、フェルンの凄みが全く、ね、薄れなかったのはね、なんかこの作品の魅力になってると思いますね。その他今回はやっぱり魔法の戦い方の描写がなかなかに良かったですね。魔法陣を書いて、相手の背後にそれを展開し攻撃すると、もちろん魔力探知ができるからこそね、対応できれば防ぐことはできる形のようです。フェルン自身も使ってましたね。はい、まあ相手の背後から撃っていくのが、セオリーっぽいんですけど、空中だと避けるのもちょっと大変そうではあります。おそらくは自分の魔法の威力を高めたり、またですね、特殊な指示を与えるときに魔法陣を展開するとね、ちょっと普通とは違うことができるようですね。いやこれ初期の方のそのフリーレンのフェルンを鍛えてた時の描写がね、回収されていましたので、やっぱね拙者はやっぱりその初期の説明が後々回収されるの好き侍なんでね、はい、ここは湧きましたし、ちょっとクバール戦をまた、何回見返してるのか分かんないけど見返してみたいなというふうに思いました。あと、意外というかこれはすごい情報なのかなと思うんですけど、魔力探知に長けた人間であればですね、それが誰の持ってる魔力かっていうのが、まあ、その、区別できるっぽいですよね。これは第二パーティーのな、みたいなことを言っていましたので、はい。なんかドラゴンボールの悟空の木みたいな感じで、単純に魔力量じゃなくて誰のものかの判別までできるっていうね、そういう気配でありました。ということは、まあ、氷ね、あの湖を凍らせた魔力は誰のものでどういうものなのかとか、誰なのかとかもね、見えてるというふうに考えると、やっぱりね、電拳が奇襲してくる流れはね、すごい強いし、怖いですね。あとまあ湖の周りにいたね、魔法使いたちも魔法を使っていたらね、捕捉されてね、把握されていたということなんで、魔力探知能力がいかに大事だかってことがわかると思います。そう、アホみたいに湖を溶かさせられていたね人たちも完全に把握されてるっていうことだとは思われますが、この必死で湖溶かすように指示していた子はね、なかなか濃いかったんですけどね、今後も出てきてくれるんでしょうか。はい、ちょっと分かりませんが、こういう楽しい描写が非常に、多かったと思います。そんなわけで19話、試験が本格化して新しい面白みが出てきた回でしたね。そしてやはりすごいよフェルンさん。皆さんの感想、好きなシーン、注目キャラクターなどね、コメントお待ちしております。このチャンネルでは好きな作品をより楽しめるように活動していますし、個別に取り上げていない作品は毎週のライブで語ったりもしていますので、また見に来ていただければ幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。遠山徹でした。